エリト基礎党の森井でございます。権力の分離、いや権力の抑制と均衡に照らせば民選総統の権力が制限を向けるべきです。現在の台湾の総統の権力が大きくなりすぎている問題点をはっきり浮き彫りにしたのが昨年の2月起きたところのひまわり学生運動です。いるということでございまして、今回はお手元に配布されているという、私は現在92歳。長く見積もっても台湾のために働けるのは5年ぐらいだろうと、あと5年ぐらいだろうと感じております。残りの人生は台湾により一層成熟した民主社会を打ち立てるために捧げたいと思っております。それでは